everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。11月10日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。あのね、今日ね、朝の情報番組見たんですけども、3代目 J ソウルブラザーズのね、エディがね、ニュースを読んだんですね。それがね、カミカミでね、とっても可愛かったんですね。王子と一緒、マスマンでございます。はい、そうやって3代目に近づけようとしているけど、ちょっとなんか違うなと思ってる味噌煮込みスキーと、実はFM議論はこの前、はい、ハロウィンの、ハロウィン、あ、はいはいはい、ハロウィン1位だとそうですね。1位っていうかね、小沢さんと、はい、やってて、宜野湾の勝利ってことですよね。そうですね。ああ、そうなんですね。そう。で、ねえ、禰豆子の、ねえ、仮装した真由さんが、はい、ね、MVP? 見たですね。ねえ、すごかった。でも、クオリティがすごかったですね。はい。はい。はい。ということで、はい、今週のテーマはエレベーター。今週のテーマはエレベーターです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上・海上輸送一貫サポート、東海協和、こちらの提供でお送りいたします。はい、それではメールのコーナー行きます。はい、お願いします。ね、はい、たい、名古屋チームの皆さん、こんばんは。ホークスリーグ優勝おめでとう、アレックスです。あら、優勝しましたね。おめでとうございます。あ、そうだ、優勝でしたね。うん、おめでとうございます。最近は、西原シティや三栄にも行かないから、エレベーターに乗らないですね。そうですね。小さい頃は、よくエレベーターのドアに挟まれてました。あら、大変。出るタイミングがエスカレーターを降りるときくらい難しいですよね、ということですね。ちょっとね、降りるタイミングを間違えるとね、本当に挟まれたりね、エスカレーターの場合はね、足がもつれちゃう場合がありますので、うん、まあ、王子は足腰がとりあえず今のところね、しっかりしてますので、ちゃんと降りれます。今日誰も反応しないね。あ、ごめんね、ちょっとね、音声が聞き取りにくくて。はい、ごめんなさい、失礼しました。はい、はい、ごめんなさい。先週のテーマでよろしいでしょうか。はい、どうぞ。フルムン新一さんからです。はい、ありがとうございます。テーマクイズ。
僕が中高生の頃かじりつくように見ていた米軍テレビ放送でアメリカ本国の人気番組が放送されていました。クイズ番組ではジャパティとホイールオブフォーチュン、中でもよく視聴したのが前者のジャパディです。この形式はフジテレビのクイズグランプリと同じというか、このジャパディがオリジナルです。1964年から現在までも続く長寿番組で、司会者のアレックス・トレベックは80歳の現在でも現役です。 YouTube でも久しぶりに見てみましたが、変わらぬ姿に感動しました。テーマ曲に特徴があり、永遠と続くメロディーラインが最高です、ということで、ありがとうございます。で、実はね、これが先週来てまして、で今週に続きがありまして、はい、その司会者の方がですね、今月の8日に亡くなられたそうです。あれ今月8日って本当に最近、ついこの間の話ですね。で、80歳で癌を患っていたそうです。意外と分かりやすいクイズ番組なので、これを機会にリアルタイムで見てみようかと思っていましたが、フォーが届き残念です。ですが10代の頃のクイズ番組の思い出に久々に浸ることができました、ということで。そうですよね、結構その思い出になってるようなことをね、クイズ番組って結構そういうこと多いですから、ね、ほんとよくテレビ番組見ましたよね、クイズのね。そうですね、今またあれですね、番組のね、クイズ番組のまた形式が変わって、まあ、東大卒の方とかね、現役の方が出てきて、ちょっとこう難しく頭の体操のような感じのね、クイズが多くなったんじゃないかなと思いますけど。ああ、なるほど、そんな気がするんですけどね。ね、今テレビでクイズ番組ってやってますかね。まあ、クイズというより今ね、言ったようにその頭を使うようなね、四字熟語を入れたりとか、結構歴史的なことをね、答えさせるような番組が多くなったんじゃないですかね。ああ、なるほど、はい、はい、ということで、ごめんなさい、先週の、メールからでしたね。はい、はい、クイズでした。ありがとうございます、はい。続いてですね、はい、富山のタッチョンさんからです。はい、ありがとうございます、こんばんは、ドラゴンズ A クラスおめでとうございます。はい、そうなんだよね、ほんとギリギリね、滑り込んだような感じでね、でも耐えましたね、久しぶりにね、もうあれ8年ぶりかなんかそれぐらいじゃなかったですかね。本当に、うん、まあでもね、それで喜んでるぐらいですからね、うん、まあ、そうだね、ちょっと長いことね、低迷してますから、はい、でもA クラスだったらいいことあるの？最悪、悪夢の再会、スワローズファンの富山のタッチョンです、ということなんですけどもね、さて、ホテルで部屋のカードキーがないと動かないエレベーターが嫌いです。なぜならいろんなものをデリバリーしたらお迎えに行かなければいけないじゃないですか。何をデリバリーするかは言う次第。あれちょっとこれね、お迎えに行くってどういうこと？王子はわかります。リスナーの方もわかる方がいるんじゃないかな。でここがいい、だってデリバリーって持ってきてくれるんじゃないの？デリバリーって持ってきてくれるんですけど、うん、お迎えの意味がわからない。単独で来られるかと思います。いろいろね、その品物って言ったらあれだかな、うん、その商品自体がね、来る場合があるんですよね。まあ、ちょっとこれはお話的に難しいかもしれない。みそちゃんには。ごめん、なんか、何？よくわからん。これはまた、ね、違う時にまたご説明しますので。わかりました。さっちょん、なかなかやるよね。なんでお迎えよくわかんないの。ありがとうございます。はい。では、続きまして。名古島なさんからです。ありがとうございます。皆様こんばんは。沖縄は今日あたりから少し寒くなりましたが、ちょうど良い感じです。名古屋はもう寒いのでしょうね。エレベーター、名古屋でエレベーターに乗ることはなかなかです。考えてみたら年に一度乗るかしら。最近は空港のエレベーターに乗ったくらいかしら。そうですよね、名古屋にエレベーターってそういえばあったかな。3A にあります。あー、3A か、あったね、あとはホテルぐらいですね。そうなんです、狭いエレベーターが嫌いです。昔乗っている時に泊まったことがあり、昼間だったので
他にも人がいたのでよかったけど、夜中に泊まったらと想像しても怖いので、住まいはエレベーター必要なところ、1階以外に住んだことがありません。それではまたです。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、1階が、であんまり上の階とかには住まないってことですよね、きっと。うん、まあそうです。ね。うん、うん、うん。そういう機会がないかもしれないですよね。なかなか上に上がるということがね。うん。うん、まあなんか上にね、用事があれば行くと思うんですけど、うん、なかなかそういう、で、一回住んでみる方はね、うん、なかなか用事ないんだろうね、やっぱりね。ね、うん、なるほど。そうか。うん、じゃあ、買い物もエレベーターはあまり乗らない。でもね、一回だけでもね、結構いろんな荷物を持って、行くの大変ですからね。うんね、うん、でちょっとこう段差がある場合があるじゃないですか。1階でもね、階段があって上がるっていうような、ね、うん、エントランスなんか特にね、うん、そういうとこだとね、結構力いる時あるんですよね、お買い物した後なんかは。あ、そういえば、ツイキャスで、佐藤さんが、佐藤純一さんかな、昔アタック25の予選に出たことありますよって。あら、すごい。すごい。予選でって結構あれも大変なんですよね。うん、予選に出るだけでも。そうですよね。あれも最後本当に、アタックちゃーんそれがやりたかっただけ。だよ。泉さんの特急サナさんがこんばんは。こんばんは。おかちからもしさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。今日は寒かったなーって。寒いですよね。北海道雪積もってましたもんね、うん、朝。シプリームさんは、こんばんは。先ほど日光の近くの山から帰宅しましたが、真冬のような寒さでしたって。うん、そうだね。ねえ。ダウンジャケットいるよね。ねえ、寒い。王子の寒さとどっちが勝つかな。そうだね。今この放送を聞いてくれてるね、リスナーの方もね、ダウンジャケットいるよ。大城智也さん、こんばんは。お久しぶりです。ということで。ご無沙汰しております。あ、ご無沙汰します。こんばんはです。こんばんは。シュプリームさん、エレベーターで美人と二人きりになるとおならをして笑わかしてしまいたくなるのは関西人の悪いところですかね。いやでもそれいい、でも嫌だよね。ちょっとね、いじくったくなるっていうのがあるじゃないですか。いやでもおなら、それがでもその代わり音がなしにしてくださいねって感じですね。いやでも密室でそれ勘弁してほしいな。うん、まあみんな顔をね見合わせますけどね。誰でも2人だからさ、もう明らかに分かるじゃない。2人だね、絶対その方、女の方は、あ、絶対あの人がやって思うでしょ。だよね。でもね、王子が一緒に乗ってたらね、うん、ちょっとね、眼力を消せてね、あなたでしょって顔しちゃうから。いやもう2人だったらもう絶対もうバレちゃうし。そうだよね、バレてるよね。うん、もう最寄りの階で降りちゃうかもしれないよ。だよね。おりますよね。はい、次お願いします。はい、次です。はい、泉さんの特急さやさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。年のせいでしょうか、駅の階段を上り下りするのが辛くなってきたので、エレベーターを利用するようになりましたね。このままではダメだと思い、足腰を鍛えるつもりでウォーキングを始めました。しばらく続けていこうと思っています。じゃあ、またやーってことですけども、それいいことですね。やっぱ足腰鍛えることは、うん、うん、やっぱりね、若い方でもね、年齢いった方でもね、必要だと思いますので、また今ね、ちょっとこのコロナ禍で、なかなか外でね、出づらい時なんかはね、ちょっとした運動するのはね、必要だと思いますので、澤さん、なかなか、いいでございますな。いいでございますなんて、うん。ちょっと王子もやってみようかなと思うんですけど。そっか、うん、今私ね、膝痛めてるからね。ね、みそちゃんの場合は無理をしないように。そう、階段ね、結構、ダンス、何、普通に健康だとわからないと思うんですけど、うん、やっぱりこうやって怪我をすると、すごい数センチの段が、うん、の差をすごく感じます、うん。で、私、リハビリの階段そんなに、なんていうんだ、段差が大きくないんで、うん、なんかリハビリで階段の練習した時に、なんか上りも下りもできるって思ったのに、家の階段、なんか上れないっていうか降りられないんですよ、結構段が。よく言いますもんね、上がる時よりか、まあ、下りで降りてくるときの方が、うん、やっぱり筋肉使うって言いますので。やっぱりそうですよね。うん、なんかね、降りるの
方がちょっと大変かなって。うん、やっぱりそういう時はやっぱりこう、背筋に捕まるとか、ね、山登っても、うん、なんか登山よりその下山する時の方が転んだりするんですよね、やっぱり。そうですね、うん、そういうことありますもんね。ね。ただね、あの、まあ、みそちゃんはこう、リハビリのね、過程の中でのことだと思うんですけども、うん、最近王子ね、1センチ5ミリぐらいでね、つまずくからね。ちょっとこれ、もしかしたら、カレーが入ってきちゃったかなと思って。なんかね、そう、リハビリの先生が言ってたんですけど、やっぱり、足が上がってないそうです、つまずきやすいって。だよね。じゃあ、あれだね、マスクマンは階段で鍛えないかんね。そうなんです、本当にね、ちょっとね、運動不足になってますので、うん、まあね、王子の場合はね、皆様もよくわかるようにね、白馬に乗っておりますので、うん、歩くことがなかなかないんです。あ、そっか、馬で乗って、馬だからね。おだまり。先ほどの佐藤純一さんが、もちろん予選落ちでしたって言ってね。ね、だって、本当に勝ち残るのってか、うん、テレビに出る方ってすごい確率なんですよね。かなりの人の、ね、応募があると思いますからね、うん。そう、予選を通過してテレビ出演するのは至難の業です。やっぱりそうなんだ。あ、シュプリームさん、地球が悪いです。多分、地球が悪いんだって。ああ、泉さんの時さなさんが沖縄でエレベーター使うのはホテルかな、確かにそうですよね。というところで、はい、CM ですね。はい、はい、CM です。キウナゴヤ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。はい、続きまして、今日ちょっとたくさんメールを紹介していきたいと思います。うん、はい、はい、はい、お願いします。はい、これはですね、銭形警部からですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日のテーマ、エレベーターといえば、今のエレベーターは昔のエレベーターと違い、性能の良さもそうですが、乗ると画面表示に何の日や四字熟語クイズなどがあるので、非常に変わったなと関心を受けています。え、今そんなのあるんですか？うん、あります、あります。あ、そうなの？なんか割と都会のエレベーターに多いけど。あ、そうなんだ。王子知らないですね。昔のエレベーターによっては開いて5秒で閉まるタチの悪いエレベーターもあるのですが、そういうエレベーターは困ったもんです、ということなんですけども。お、そんな画期的なのが今あるんですね。こういろんなこう、うん、ね、乗ってる間に何とか、なんか、あとなんかとにかく字がすごい流れてて、うん、天気とか温度とか出るのもあるし、
あ、そうなんですか。なんかね、飽きませんよ。うん、あ、そうなんですか。飽きませんよっていうか、なんか、それを見てたら時間を忘れそうになる。降りるの忘れたら大変だけど。だよね、降りるの忘れそうだよね。いや、降りるの忘れないとは思うけど。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、フルームーンイカリーさんです。はい。キー名古屋の皆さん、こんばんにゃー。こんばんにゃー。にゃ。今夜のテーマ、エレベーター。僕はエレベーターは4階まででしたら階段を使うようにしています。もちろん健康のため、また密を避けるためです。でも最近できた沖縄県内のショッピングモール、ライカムやパルコシティはエレベーターやエスカレーターのある場所は分かりやすいけど、階段は分かりにくいのです。だからエスカレーターをよく使いますね。ダメだこりゃ。いやでも階段って分かりにくいですよね結構、うん、そうだよねちょっとねこう、奥まった外れたところにあること多いですもん ねそうなんですよねなんででしょうねあれね、うんうん、そういえば僕が幼少の頃那覇市内に三越デパートがあったのですがエレベーターガールがいましたねって番組最後まで聞いてます、うんうんそうですね。エレベーターガールね、うんこちらのね、はい愛媛のしんちゃんさんからもですね、はい、ちょっとこのねエレベーターガールのお話が来てますので、はい、お願いします、はい思い出したのはデパートのエレベーターガールです。20年くらい前までは、うん、愛媛のデパートにもエレベーターガールがいました。上へ参りますと言ってお客様を誘導したり、ドアの開け閉めや各フロアの案内などをしてくれました。でもいつの間にかエレベーターガールはいなくなりましたね。子供の頃ドキドキしながら7階お願いしますと言っていたのが懐かしいです。名古屋のエレベーターガールはどうでしょうかと、まあ、今でもいらっしゃいますかということですね。うん、もう名古屋もいないですね。ね、なんか松坂屋さんだったかな、なんかね最後エレベーターガールの方がって言って放送してま、うん、ね。いやでも懐かしいですよね。昔そうでした、そうでした。うん、なんかすごい子供心ながらに、うん、なんか私結構なんかああいうなんか車酔いとかも小さい頃してたからなんか酔わないのかなってすごい心配になってましたけど、うんうんうん、ねあれ1時間に1回とかなんか変わるんですよねやっぱり。あ、そうなんですか。交代してやってでずっとドア乗り続けないそうですよ、うん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 、やっぱり。ねえ、そんな感じでしたよ。じゃあ一旦ジングル挟みます。はい。キウナ名古屋。引き続きメール紹介していきます、はいはいテーマエレベーターでフルムン新一さんからです、はい、ありがとうございま す, います4年前ニューヨーク旅行の際に宿泊したホテルのエレベーターが100年前の手動式で実際にオペレーターが動かしていました。外見はリニューアルされていましたが内部は古さが残ってて非常に良かったですということで、うん、ちょっとねモノクロでね見づらいんですけどすごい写真が来ててすごいなんか、うん、やっぱりこういう ねあのレトロな感じもちょっとおしゃれですよ ね今の時代にはちょっと白黒で見づらいかなって見えないよね、うんはい、ちょっとわかんないと思いますけどすごくなんか内装がやっぱりその古き良きっていうデザインで ね、うん、素敵ですよね、うん、そうなんですよ ねあすごいすごい でもすごい100年前のものが動いてるっていうのはすごいですよ ね、うん、あのメンテナンスされててね、ねじゃないと動かないですもん ね、あそうか外見はリニューアルされてるからあれなんだ表からはなかなかわからないですね。でも中に入ってその中のそのあれだけがその残してあるってことですよね。でもね結構ね、エレベーターの中って怖い話もあるじゃないですか。何怖い話って。なんかやっぱりこう変質者がねいるとか、うん、こうちょっとこう
セクハラまがいな。それ王子じゃないの？王子じゃないの？王子はね、セクハラまがいじゃセクハラ。それはそういう話があるじゃないですかということなんですけど、王子の場合はね、これはまだ最近というかね、話なんですけども、女子大生ぐらいの方がね、3人ぐらい乗ってらっしゃいまして、うん、王子一人に乗ったんですね。うん、それの時にね、ちょっとね、いつも王子ね、香水振るんですね。結構つけてるんですね。ドルチェ&ガパーナではございませんが。おだまり、うん、おだまり。で、つけてるんですね。で、その時にね。あ、王子つけてるんだ。つけてますよ。あれ、今も今日はつけてないですけど。そうだね。スタジオの時はしないね。うん。何も匂わないよ。今日は普通にカレー臭がしてるっていう、ね。本当に、本当にそうらしいんですけど、ね。あれ、普段毎日してるの？いやいや、ちょっとこうプライベートになるとね。あー、おしゃれにしてね。うん、ちょっとね、カレー臭を消すために。でもね、今の話ね、そのね、女性の方がね、なんかいい匂いするって言ったんですよ。うん。うん、ということはね、僕しかいないんですよね、王子しかね。うん、うん、で多分いつもね、いらっしゃる方だと自分の匂いとか友達の匂いって分かるじゃないですか。友達の香水とかも分かりますもんね。うん、いつもつけてる匂いって分かるじゃないですか。うん、でいい匂いするって言われたから、うん、まあそれを僕に、ね、王子に言ったわけではないですよ。でね、ちょっとそういう風な、うん、話し声が聞こえたもんですからね。うん、結構ね、嬉しくなっちゃいましたね。本当に。でもね、僕だよとは言えないですもんね。言えないですよね。ちょっと一人で喜んでたんです、ね。そうですね。小勝からもしさんが、皆さん、エレベーターに乗るときは、王子にご注意くださいって、ほらえ、じゃあ、ね、別にその、ねえ、なんかするわけじゃないですけども、うん、ねえ、声はかけるかもしれないですね。やだ、やっぱり危険じゃんか。おだまり。シュプリームさんが、降りる階でない階に泊まって、間違えて出てしまうと気まずいですよねって、わかります、それ。まあ、そうだよね。うん。あ、でも、そのまま降りないんですね。あ、会ってまた引っ込んじゃったりとかすると確かに気まずいですよね。まあでもね、うん、でもそれしょうがないですよね。ね、でも、うん、別にね、気まずいなって思うに思ってるけど、周りの人は、あ、間違えたんだなぐらいにしか思ってないですよね。でも気まずい時ってね、後ろの方に乗ってて、うん、前にたくさんね、降りる方がいない場合がいるじゃないですか。うん、そう、かき分けていく時がね、うん、ちょっとね、気まずい場合もありますよ。ちょっと申し訳ないみたいな感じでね。それで間違えてたらちょっと恥ずかしいね。こんなにかき分けたのに人をみたいな。あ、間違えたみたいな。ね、はい、ということで、はい、時間になりましたね、はい、エンディングです、はいはいはい、エンディングです。来週のテーマは庭ガーデン。来週のテーマは庭ガーデンです。ご自宅のお庭、隣の家のお庭の話など、庭に関するエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用命は、名古屋、中川名木。こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいまして、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、町はちょっとそろそろこのスタジオのように、うん、ちょっと紅葉がね、見られるようになりましたけれども、うん、来週はお庭でお送りします。ではまた来週。はい、てんがらがら。はい、本日もお聞きくださいまして、はい、ありがとうございました。ねえ、うん、うんって何うんって何ですか。今日もなんかね、王子のいい話が皆さん聞けたかなと思って、うん、そうか、とりあえず香水はいい匂いなんだね、うん、あ、香水はね、うん、香水はやっぱりみんなね、いい匂いしますよね。そっかそっか、うん、ただね、おじさん臭いのだけはちょっと避けてますんで。はい、ということで、また来週。来週。ありがとうございました。